トム・プライス本名、トーマス・モレドーイン・プライスは、イギリス・ウェールズ出身のレーシングドライバー。ウェールズのデンビー・シャーシュール・シンで生まれ育った。10歳で、パン運送用のバンに乗ったことから車に興味を持つが、実は、両親も彼をレーサーにしようとしていた。だが1975年のインタビューで、プライスが語ったところによると本当はパイロットになりたかったが、 成績上無理だと思い諦めたという。子供の時はジム・クラークに憧れていたが、1968年にクラークがホッケンハイム・リンクで事故死した際には衝撃を受けた。同様に、1970年にヨッケン・リントが事故死した際にも衝撃を受けた。16歳で学校を中退後、母の意向により、もしレーサーになれなかった時の保険として、 ランドリロテクニカルカレッジでトラクターのメカニックの研修を受けた。プライスはメカニックとして働きながら F3 や F2 に出場。1974年にトークンフォードに乗りベルギーグランプリで F1 デビュー。同年シャドウフォードに移籍。1975年に結婚。同年オーストリアグランプリで3位に入賞し、イギリスグランプリで。 ポールポジションを獲得する。ブランズハッチで行われた非選手権戦のレースオブチャンピオンズでは、ポールポジションとファステストラップを奪った上、優勝するという活躍を見せた。イギリス機体の若手ドライバーと見る向きも多かった。ザロスト・ジェネレーションによると、1975年にはロータスへ移籍する話もあったが実現にしなかった。コントロールラインを過ぎた後、 赤い矢印の付近で、ブーレンと衝突し、第1コーナーのクローソーオンコーナーで、ジャックラフィットと接触した1977年、キャラミサーキットで行われた、南アフリカグランプリ決勝中、レンツ・ゾルジが、エンジントラブルに見舞われ、ピット正面のコントロールラインを、やや過ぎたあたりのコース脇にマシンを止め降車した。その直後にゾルジのマシンから、 炎が上がったため、消火器を手にしたマーシャル2名がコースを横切り、ゾルジの車に走り寄ってきた。現場は各マシンが高速で駆け抜けるホームストレートで、しかも、キャラミ名物の急勾配を登った先のため、見通しが悪く、ホームストレートの頂上付近でゾルジのマシンが止まってしまったため、下から登ってくるマシンの死角となり、危険な状態だった。 プライスのマシンはこの時22周目で、ハンス・ヨアヒムスタックを追いかけながら事故現場付近に高速で接近していた。前を走るスタックはコースを横切るマーシャルに気づきとっさに避けることができたが、すぐ後ろを走っていたプライスはなすすべもなく、マーシャルのジャンセンバンブーレンと衝突した。衝突の際、バンブーレンが手に持っていた消火器がプライスの頭部を直撃し、 プライスはその場で死亡した。バン・ブーレンは時速300キロメートル近いスピードのマシンにはねられた衝撃で縦方向に激しく回転しながら宙を舞いそのまま地面に叩きつけられて即死した。事故の一部始終はシネカメラで撮影されており有名な事故映像の一つになっている。遺体の損傷が激しく身元が判明したのはレース後に スタッフ全員を集合させ、欠員を確認した後であった。プライスのマシンは、時速270キロメートルで、ホームストレートを暴走し、インコースのガードレールに接触したまま、第一コーナーに突っ込み、コーナーに向け減速していた、ジャックラフィットのマシンに接触しながら、一コーナーを直進し、コースアウトした。衝突されたラフィットは、ブレーキをかけて、マシンを停止させた。 停止したプライス車に急ご飯が駆けつけたが、プライスは、仰ぐ向きでハンドルを握り、アクセルを踏み込んだ姿勢のままで死亡していた。事故の原因は、マーシャルが不用意にコースを横切ったためだとする意見が、多い。トム・プライスのヘルメットデザイン当初、プライスのヘルメットは、白一式の、極めてシンプルなものだったが、1970年に、走行中でも見分けられるようにしてほしいと、 父から頼まれたことから、バイザーの上に5本の黒い線を入れた。その後1975年に、ヘルメットの横に、ウェールズの国旗を入れた。さらにグッドイヤーのロゴが書かれていた。ウェールズのルシンに建てられたプライスの功績を称える、メモリアル。ありがとうございます。